のしろ中心部周辺の空中写真。米代川川口左岸に市街地が形成され、日本海と市街地の間には広大な暴風林が広がる。1975年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。のしろは、 秋田県の北部に位置し、日本海に面した市である。野城工業高校のバスケットボールでの活躍が有名で、1989年度からバスケットボールのちづくり事業に取り組んでいる。地域のほとんどは、野城平野に属する平坦地だが、山主町との境付近や海岸部には丘陵がある。また、東部は米城川流域を除き産地が広がる。 のしが初めて文献に登場したのは、斎明天皇四年、安倍平府が江戸征伐のために、ぬしに上陸したことで、これは日本初期に記されている。また、放棄二年には、のし港に、渤海の施設来航、宝永元年には、現在の、のしに解消という記録がある。ただし、厳密にはこれらの地名は、現在ののし周辺を指すのではなく、ぬしは、 八郎型恋北の主に海岸部を、野台は、米城川流域を指したものであったと考えられている。野城の地名は、日本初期において、西明天皇4年4月、古志国主、安倍平夫が、軍船180隻を引いて、蝦夷を打つ、秋田、潮二軍の蝦のぞみ、小味で、港湾と港と潮の名で登場して、以後1300年以上続いている。これは、 現在の秋田である秋田と並んで、県内でも、有数の歴史ある地名と言えるものである。当時のヌシロの読みである、ヌシロという地名の由来を、当時この地方にいた、エゾすなわちアイヌの言語で、大地上の草原地を意味するというヌプシルからの天語とする説もあるが、正確な語源は定かではない。俗日本記では、放棄2年墓会史聖授大部、 一番福島325人、船17隻に賀子では国属地、野城港に着くと、野城港の名が記され、野城から、野台へと表記が変わっている。野台から野城への漢字の変遷は、元禄7年及び、法永元年に大震災が起こり、野台という地名が、野に変わると読めることを忌避し、よく変わると読める野城と改めたためである。なお、野城という地名は、 現在も、定常という字を当て、小学校の校名など一部で使われている。浮きは、合併前の旧、の城市のデータ。二つ一丁庁舎本庁舎については、第一庁舎と同じ敷地内に所在した第二庁舎、及び第三庁舎を取り壊し、その後地に、新本庁舎として、2017年1月4日に、稼働開始され、第一庁舎と、 旧議会棟の改修工事及び新庁舎とのアプローチやの設置のため、一部の部署が仮設庁舎内に引き続きないしは入れ替わる形で、引き続き使用されている。なお、第一庁舎と旧議事堂棟は、戦後のの城大化の復興建築として建築された建物であり、歴史的価値が高いとされるため、保存か解体かで論議がされたことがある。もともと第二及び、 第3庁舎にあった部局は、廃校となった旧の白市立定城第二小学校の校舎を仮設庁舎として使用していた。一部の部署は、本庁舎稼働後も引き続き仮設庁舎を利用している。また、第1庁舎の改修に伴い、第1庁舎の部局が新庁舎に移行した部門と、仮設庁舎に移行した部門とがあり、最終的な工事完了後に、 部局の配置が見直される方針となっている。高等学校中学校、小学校特別支援学校専門学校公民、菅野城ショッピングセンター、野城市では、市内の二つい町を中心として、恋文の町をテーマにした観光スポット君町坂、恋文商店街やパワースポットといわれる七座山、その他にも多数の神社、寺院や自然の魅力を有している。 観光への取り組み1881年、東北巡行中に、二つ井町を訪れた、明治天皇のもとへ届いた皇后からの手紙が由来で、恋文の町としても知られる二つ井町では1996年から10年間、君町恋文全国コンテストを開催し、恋文をテーマにした町づくりが進められてきた。二千十五年には、恋文の町をテーマにした、君恋カフェなども、 期間限定で設置されている。名所、旧席、観光スポット、祭事、祭事君町坂と七座山の城の花火の城駅、の城駅ホームにあるバスケットボール。の城はバスケの町として知られている、市街地巡回バス、浜名須号の城港の城ロケット実験場。ありがとうございます。